カレンさんこんこにちはアカンですよ皆さん、このシーズンガチャチケット交換しましたでしょうか僕はですね、普段ギアガチャに使うことが多いんですけど、まあ、今回キャララインナップがね、豪華なんで、こちらは今回キャラガチャで引いていきたいなと思います。まあ、ハードで言うとね、まあ、先導、カレン、ジャハル、アイリスあたりがいて、まあ、クレイやったら色メロ、ラインズマン、サクラ、まあ、正月、ミュウでグラスリュウと、カスミ、ジュダあたりが当たるんで、その辺のキャラクターたちが欲しい方はですね、引いていただいてもいいかなと思うんですけど、一応まあガチャポとかも交換することができたりはするんですけど、そのあれ パゴスメダルが200枚枚ででやっとガチャチャケット1枚分なんですよそれに対してシーズンガチャチケットはもう100使ったら1枚ゲットすることができるんで、まあ、こっちの方が割と引くことができるとただエレナーミュージアムとかも強かったりはするからそこはちょっと悩みどころっていうのとあと今回のねこのアレスのラケットめっちゃ強いんですよマジであの1本はね確実に取っといていただけたらなと思うんですけど、まあ、今そこで 取らないといけないかって言われてそういうわけではないからまあさっきこういうねシーズンガチャチケット引いてもいい気はするけど一応これも強かったりはするんでまあそれようにまあ残しておく必要もあると思うけど俺は今回ちょっと霞が欲しいのでねまあこちらは今回ですね僕は三千枚持っていますんでまあ三十連していけたらなと思います <laughs> でまあこのメダルを多く集めるためにはですね毎週六百点だいたいまあ1日一時間ちょいぐらいでね達成できるかなと思うんですけどそれやるっていうのとあとまあ ASGL 使える方に関してはですねこのプレミアムチャレンジってやつを開放して ああげることにによってまあ、さらに多くなんか下のやつやったら1200しかたまらないんですけどプレミアムチャレンジも開放したらさらに1250もらうことができるプラスプレミアムメダルもね結構多くゲットすることができたりはするんでこちらも使ってもいいかなとは思いますあとはもうあれですよねリーグが上がるともらえるものとかもあったりするんで次の場合は僕リーグ4に行く予定なんでプラス2000っていうのがまた1週間後になされるみたいな感じになってるんでまあそういうものでね集めていただけたらなと思いますでまあ先ほども言った通りねまああのあれがあるんですよこのミューエット とあのエレナのガチャがまだあってしかもこの子たち多分顔をしないんですよで持ってめっちゃ強いから <laughs> あのガチャポの方を交換してもいいかなと思うけど俺はちょっとねかすめが弱くなる前に僕今キャラめっちゃ強いんでね最強の編成を作るべく、まあ、こちらは今回10連していきたいなと思います。あ,あ、そう、一応ラインナップはこんな感じになっていて、まあ、45体いる中から1体なんで当たる確率ってのは結構低かったりはするんでそこはちょっとねあの分かっといていただけたらなと思うんですけど、まあ、とりあえず引いていきたいなと思います。 いやー俺、復刻ガチャの運ね、マジで悪いんすよ。<laughs> 今まで、ね、あの、あの、新生うつろうとか、霞とかはね、いっぱい狙ってきたんやけど、全然当たらなかったんで、今度こそ、当たってくれてもいいんちゃうかということで、引いていくんですけど、いいですね。星5一体は来てると。はい、一回見に来たら神です。お願いしますはい、上からは降ってこないと、青の王ですね。まあ、この子はあれやんね。灼熱ストームと、雪ストーム切り替えられるんやったっけそれとも種族性ストームやったっけどっちが汗だけど、まあ、どっちでもいいわ。<laughs> 持ってるから。 さああと20連さあどうなるかいやー今回のシーズンのねあのラケット全種類揃えたいんでね赤青緑全部揃えたいからまあそれ分も残しておきたいのでできればシーズンガチャチケットはもうこの辺で、まあ、交換するのをやめたいなーっていう感じではあるんやけどさすがにきついかやばいやばい一1回も出ないいあやあへへ 早いななんか30連って早いなマジで一瞬で終わる気がするわいやーここでまああれですよねラスト10連ですよねまずちょ星5確定は来ようぜここ2時になってくれうわならないこれピンチやぞここ2時にならないほんまに危険はい終わったー <laughs> いやまだ昇格の可能性はあるけど星5は来なさそうな雰囲気がしているさあどうなるな。あ無理そう無理そう終わったんじゃうこれうわっ <laughs> 一 <laughs> 枚,枚だけあるか一枚だけちょっとダメトで引いてみますええ <laughs> 単発で当たったら間近みやけどな。あでも2には一応当たったぞ。でもこっからね星5になるかと言われれば。うわぁこれはどうだ上から降ってくるかお願いしますはい闇の王子持ってます。 でもね、今回のアレスがめっちゃ闇の王子みたいな見た目してるじゃないですか。なので、この闇の王子系たちも深海放が転生来る可能性もね、大いにあると思いますんで、あの、まあ、持ってない人はですね、まあ、こちらも狙っていただいてもいいんじゃないかなとは、思います。 で、まぁ、あ、ガチャ関連で言うとね、この5周年の復刻フェイスガチャあるじゃないですか。この邪神春とアスラとアイリスが出るやつ。ただ、まぁ、あ、このね、5周年のキャラクターたちって割と何回か復刻してるんで、持ってる方も多いと思うんです。まぁ、あ、僕もね、これそれぞれなんか、まぁ、あ、アイリス初めゲットして、何ヶ月かしてからじゃハ春ゲットして、で、最近僕アスラゲットしたって感じになっているんで、まぁ、あ、あの、この子たちゲットしとったらあんま引く意味ないんですよ。まぁ、あ、これがね、このガチャのラインナップとなっているんですけど、まぁ、決戦打つろとか、まぁ、あ、まぁ、クラウディアとかも、まぁ、あ、欲しかったら引いてもいいかなって感じ かなななと思うんんでですすけけど基本的にはまあそんな強くないわけですよこの5周年のキャラクターたち以外はねでまあこのガチャって9月5日までじゃないですかただで、ね、この復刻フェスガチャチケットに関してはですねもうちょい期限が長くて11月の28日まで持つんですよってことはまあ次とか次の次とか次の次の次のね復刻ガチャとかにも使えたりはするんで今欲しいキャラがいないのであればですね置いといていただけたらなと思いますまあそっからさらにですね100エースジ j ルでね使うとこの星5確定のチケットとかもゲットすることが でできるんですけど僕てっきりねこのさっき見せたラインナップの中から一体っていう感じだと思っていたんですけどさっきコメント見るとねなんかシニエンセレナみたいなあのキャラまで入ってるみたいなことを書いていたんでちょっとあの調べてもいまいち出てこなかったんですよ。どういったラインナップ見れるかが分からなかったんで僕が実際に交換してですねこれ一番下のガチャ詳細ってところから、まあ、ラインナップをねちょっと見ていくために、まあ、10連しますか。正直ねあの全員持ってるんでもし <laughs> あのあれやったらすごい大ダメージなんやけどまあしょうがないですねまあこれでまあまず10連していきますとまあまあ別にこれはあれなんですけど <laughs> 星5が出てもそんな嬉しくはないけど持ってないけどおったかなまあとりあえず星5は1体は確定できましたとすげえ銀あ銀1個もないと思った全然あったわ <laughs> どういう勘違いねはいはいエンはねでまあこっからはまあ消化が別にないと。 でまあスタンプ、ね、あそうそうこれあの250じゃなくて100で使うことができるんでまあ、割とねま良、あ、かったりするとでまあ、これでこれを受け取るとまあ、ちょっとガチャのところがね更新されていくんですけどまあここからねガチャ詳細を見ていくとほんまや新エンセレナまで入ってるてかなんででエンセレナしか表示されへんね <laughs> どういうてる気やねんこれはえ一番上に書いてるんから「星5確定プレミアムフェスガチャ」あこれですね新エンセレナからグワーはい出たーめちゃめちゃおる中から痛いたいまあ今まで出てきたら、ね、200 体体以上いる中から1体って感じなんで結構ねあれではあるんやけど、うん、一応え深淵 VICE とか入ってるやん深淵、うん、ルカラインズマンのガルガアナゼエンマムで入ってて追憶的な赤髪、テレシアあ、いいやんリネア黒かえあれはあの、幻想ルチアとかはおるやん幻想ルチア幻想コルネもおってあ あ、それは、さっきの方、ありがとうございますって感じですね。なので、まあ、こん中から1体、だから200分の1、200、あ、でも、そうか、もうちょい欲しいキャラがおる可能性もあったりはするから、何人かな、50人に1人ぐらいで逸材になれる自信があるのであれば、1 0 0 s j l 使ってね、まあ、この星5確定を引いてもいいんじゃないかなと思う。というわけで、せっかく交換したんでね、こちらは今回、交換していきたいなと思います。 さあ、どうなるか <laughs>。いや、まじね、持ってないキャラ来たらカビやけどな。正直持ってるキャラがね、80%ぐらいは超えてきてるんでね、僕。さあ、どうなるか。どンはい、深縁バイス。あ、じゃないじゃない深縁バイスじゃないわ。初期バイスや。これ深縁バイス持ってなかった時、一番悲しいタイプのミスのやつやん。<laughs> まあそう、こうなることが多いから、まあ言うて100エースリ r やからね、まあちょっとはマシではあるっていうのと、あと今ちょうど6周年じゃないですか。なので、1万円かけれる、あの、財力があるんであれば、ギアスタルアンカールーンをね、あの大量にゲットするっていうものもあったりはするんで、まあこちらで買っていただいてもいいかなと思うけど、まあ、アイリスとかもあったりするけど。 まあ、むずいよね。うわ、俺結構ちょっと s J l なくなってきたな。プレミアムチャレンジさっき紹介したじゃないですか。僕、あれにね、はじめ8 0 a s J l 使って、その後250使っちゃったんで、まさかの今回のね、あの、ラケットがあんなに強いと思っていなかったんで、はじめちょっと舐めてね、80しかやってなかったんやけど、ちょっとこれシーズンガジュチケットもいっぱい引きたいという理由で、250の方を使ってしまったんで、大量上位してしまったんやけど、僕は当てれなかったけど、その分みんなのね、元にも来るかなと思いますので、ぜひは今回のね、情報を活用して引いていただけるといいんじゃないかなと思います。 ということで、また皆さんお会いしましょうバイバイいい